オリックスファンの8割が大体ひねくれてる。どうも、村山です。はい。ということで、明日から、日本シリーズが始まる。ということで、我が、阪神タイガースは、この東京ヤクルトスワローズに完敗して、日本シリーズに進出は、できなかったと。はい、いうところで、夢のね、関西ダービー日本シリーズというのは、なくなりました。ただね、オリックスか、ヤクルトか、どっちを応援しようかなと、思った時にですね、とあるツイート、とか、まあ、前々からよく言われてた。CS 始まる前ぐらいから言われてたね、ことをちょっと思い出しまして。オリックスファンがね、まあ、友情応援をするなと、阪神ファンに対して、まあ、言っているのを結構見かけまして、ツイッターとかで。まあ、その同じ関西だからといって、借金チームごときが、関西ダービーとか熱望すんなとか、阪神敗退したからって、同じ関西だからって応援するのやめてくんないとかね。はい。はい。結構いろいろ見まして。はい。まあ、オリックスファンもやっぱり冒頭のね、一言でも言った通り、変わった方がね、結構多いんですよね。まあ、阪神ファンもね、変わり者は多いんですけど、まあ、阪神ファンってなんかただ、バカな人たちが多いだけなんで、オリックスファンはなんか、なんて言うんだろうな、このインタビュー動画を見てくれたらね、わかる人はわかるかもしれないですけど、なんか、ひねくれてるというか、阪神に対してかなり敵対心を持ってると。はい。阪神ファンに対して、敵対心をね、持ってる人が結構ね、やっぱ多いんで、やっぱこれはやっぱり阪神ファン YouTuber としては、これ逆に友情応援はしない方がいいのかな。今回ですね、トライマーは、東京ヤクルトスワローズを、全力で応援してます。まあ、トライマーチャンネル的にもね、ヤクルトファンっていうのはかなりね、多くいると思うんで、まあ、それはこれでね、いいのかなと。まあ、あとはね、オリックスのリーグ優勝って、まあ、見た時というか、まあ、家でね、ダゾーンで見てたんですけど、まあ、やっぱり、悔しかったですね、正直。同じ関西球団として、なんかこう、先をね、越されてしまったような気分。2連覇っていうところで。いや、なので、ここでオリックスが日本一になってしまうと、もう悔しいどころじゃなくなると。はい。ぶっちゃけそうなりますよね。なんで、まあ、こういった意味でもオリックスのね、日本一を、防ぐっていう意味でもね、ヤクルトを応援したいし、まあ、あと、下馬評から言うとね、オリックスのが若干有利なんじゃないかと。はい、僕も思うんですよね。去年はね、言うても、オリックスのね、リリーフ陣って、今年ほどそんななんか、しっかりしてなかったと思うし、打線もまあ、ヤクルトの方が去年はね、上だったと思うんですよね。はい。ただ、今年に関しては、ちょっとわかんなくなってきた。オリックスもね、本当に1番から9番までが、もう差がないというか、まあ、宗選手、吉田正尚選手、中川圭太選手、まあ、この3人はちょっと、まあ、主力、まあ、福田周平選手もね、主力ではあると思うんですけど、まあ、そこの3人は結構ね、印象的なね、1本、1打をね、打ったりするっていうところで、抜けてはいるかなと思うんですけど、全体的にね、なんか誰が打つかわかんないんですよね。はい。控えの選手も含めて、西野選手とかね、キャッチャーで言うと若月選手だったりとか、あと、頓宮選手とかもね、なんか、ホームランとかね、後半戦結構打ったりとか、してるし、まあ、控えにね、イリオン選手、まあ、伏見トライ選手だったりとか、あとはまあ、普通にね、紅林選手とか、あと、ここに来てね、もう、ラオウが絶好調と来たら、ちょっと、これはオリックスの方が有利なんじゃないかと。まあ、先発はもう差がありますからね。確実に。オリックスの方が断然上なんで。セパ通じてもね、先発に関しては1位なんじゃないかと。安定感は。あの4本柱。こんな強力な4本柱ありますかと、他に。ということもあってね、ちょっとオリックスがこのままと、日本一になってしまうんじゃないかと。僕はね、不安なんです。そういったこともありまして、ヤクルトね、ちょっと応援します。はい。で、まあ、ヤクルトね、応援するんですけど、まあ、これどうやって応援していこうかなと、思いまして。まあ、ただね、試合が始まって、普通にね、応援するだけでは、それでは何もね、変わらないと。やっぱり、予祝じゃないけど、始まる前からですね、応援していくのがいいんじゃないかと思いまして、これはだいぶ前、4ヶ月前ぐらいにね、あげたヤクルトに呪いかけてみたっていう動画があると思うんですけど、まあ、それとね、ちょっと似たようなことなんですけど、はい、今回はですね、このヤクルト、5本ですね。まあ、30本、飲み干す企画でですね、使ったもので、1本はね、普通に飲んでしまったんで、今5本しか余ってないんですけど、この5本、キーマンにね、なるであろう選手、ちょっと5人トライマーが選んだんで、その選手のね、応援歌を、このヤクルトね、しっかり飲んで、歌えば、乳酸菌パワーで、その選手がすごく活躍して MVP を取るぐらいの、感じになるんじゃないかと思ったんで、ちょっとね、やっていきたいと思います。本シリーズね、5人 MVP が選ばれます。では、まず1本目、いきます。1人目の、ヤクルト、日本シリーズ、MVP は、塩見康隆！矢の巣魂、その剣のせ、風を切り裂き、鮮やかにかける、MVP だ、塩見！今年こそずっこけんじゃねえぞ。本当の MVP どっち前。続いて、二人目。この男の復活なくして、ヤクルトの日本一ないでしょ。ミスタートリプルスリー、山田哲人。パラー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 、山田哲人は、ままは山田哲人、ゆえと続く道。
山田さんの声でだけはあるから夢と続く受け山田あなたの時代を MVP だってさ。今シーズンレギュラーシーズンはうまくいかなかったかもしんないけど、ヤクルトが日本一になるのは鉄道お前の力が必要だ。貸してくれ。その大舞台での強さ存分に見せつけてやる。続いて3人目いきます。3人目ホセオスナ。ここまで飛ばせオスナ、ホームラン、ホームラン、オスナ。佐々木大枝肉体と荒ぶる魂でツバメを救え、ワーズファイテンパー、コンソーレッツゴー、ワーズオスナ。牛を地獄へ落とせ。4人目行きましょう。4人目はヤクルトの守備の要、長岡秀樹。頼むぞ長岡、ここでホームラン、今だ一発まで近せ、まめ長岡。あんたが打てればヤクルト打線止まらへんで、安定した守備も見せつけたれ。最後5本目、ラストのキーマン。今まで全部4人野手を上げてきましたが、最後は、ピッチャーでいきましょう。まあヤクルトでピッチャーで、一番安定してもらわないと困る、そんなピッチャーはもう一人しかいないんじゃないですか。この短期決戦、日本シリーズを制するためには、この男というか、このポジションの選手がしっかりしなかったら日本一じゃないぞと。最後の一人めちゃくちゃ重要です。ヤクルトスワローズ、守護神、スコット・マーカー。もし燃やして攻めろよ、東大に輝き放て、その手で優勝つかみ取れ、日本一や、ヤクルト MVP 頼むぞ。はい、ということでね、歌い終わったんですけど、まあ一応ね、ヤクルトのスタメンに出てくる選手はしっかりね歌っていきましょう。光を遠目がけ抜ける、その誇り胸に、頂を目指し進めよう、山崎幸太郎。わーい山崎日本一や山崎。パパと死溢れる一打、今こそ果てよ、村上君が受けるその球に込められし想い、みんなが歪み続けてきた歓喜を解きした。冷静に頼むぜ、中村悠平。熱い投手は無縁姫。冷静にピッチャーを利用してくれ。ということで、東京ヤクルトスワローズ、日本一やー。